先日角川ゲームスが角川ゲームスカンファレンス2011サマーを開催。新作タイトルと新規パートナーの発表をニコファーレで行いました。注目を集めていたのがロリポップチェンソー。主人公の女子高生がチアリーディングで培ったアクションでゾンビをチェンソーで切り倒していくアクションゲーム。このロリポップチェンソーではグローバルパートナーとしてワーナーブラザースインタラクティブエンターテインメントとの提携も発表されました。そしてこちらも注目された学園ダンジョン RPG 迷宮クロスブラッドリローデッド。自由度の高い洗練されたシステムとダンジョン RPG 史上最大級のボリュームで幅広いゲームユーザーに向けた自信作になっています。会場にはオープニングテーマを歌うエリサさんも登場しました。テンポ感が速くてスピード感があって私は結構バラードの曲も多く歌ってるので、はい、今回そのゲームの疾走感とかをさらに盛り上げられたらいいなと思って、多分自身初めてぐらいのスピード感だと思います。よりゲームを盛り上げるために、頑張って歌いましたので、ぜひ皆さん聴いていただいてゲームも楽しんでいただけたらと思います。私もダンジョンゲーム楽しみにしています、はい、ありがとうございました。楽しみな意欲作が続々とリリースされる角川ゲームスの新作タイトル、今後の情報も要チェックです。